8月10日 GoTo ビジョンということで渋谷ビジョンさんでのネットチェキやっていきたいと思います。はい、皆さんこんにちは、あやねです。今から1月10日の、渋谷ビジョンさんでのネットチェキ読んでいきたいと思います。いきます。まず千秋ありがとう。はい、今回リクエストもらってました。ビジョンを映してということで、2022年のビジョンは私にとってはすごい明るいものであったらいいなって思ってます。なんかいつもね、カンナギの曲を歌詞だけで見た時にめちゃめちゃいい歌詞を書いてる時が多いんですよ、カンナギって。だから今回は七星原文の一番最後の愛で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 照らす光のところを書きました。なんかいつも千秋が私のことをなんか好きだよって言ってツイートしてくれるみたいに、私も愛情で千秋に光を与えていける存在になったらいいなって思うので、だから2022年はもっと明るく、私からいっぱい光とかなんか希望とか笑顔を全部私が千秋に届けたいなって思います。だから2022年いっぱいそれを受け取ってください。容量開けといてね。ありがとう。はい、お次がトモティー、ありがとう。最近ネットチェキ頻繁に買ってくれてありがとう。めちゃくちゃ嬉しいです。いつもいつもツイッターで私のツイートをしてくれるんだけど、私もたまに同じタイミングだったらリプを返してるんだけど、そのトモティーにリプを返した時に気づいたんだけど、トモティーって私のことをいつも心配してくれてるよね。なんか寒いから風邪ひかないようにしてねとか、暖かくなってきたからよかったねとか、なんかそういう日常的な会話を交えてリプくれるのがすごい嬉しくって、私もトモティのリプを見たらすごい心が温まる気持ちになります。だからそういう温かいリプを送ってくれるトモティの人柄が出てるなって思いながら見てます。なんかそういうなんていうの、リプで些細なことでもいいからしてほしいし、なんかそういうトモティの言葉をいっぱい聞けたらいいなって思います。2022年もこれからもよろしくね。いつもさせてくれてありがとう。はい、お次が最後ですね。高文ありがとう。はい、今回はお仕事を頑張る高文に偉い偉いっていうチェキを届けたいと思います。いつも大変な中お仕事頑張って本当に偉いと思います。大変な時期だけどやっぱり頑張らないといけない時って絶対あるじゃないですか。でもなんか一人じゃちょっと頑張りきらないかもしれないなって思った時に、私がちょっとだけでもパワーを上げれたらいいなって思ってよしよし席にしてみました。直接なれれないし、私の方が身長高いし、じゃあ間違えた嘘やった、私の方が身長低いからあんまりなでなでってできないけど、でもチェキだからできることでよかったなって思います。いつも頑張ってて本当に偉いなと思います。頑張ってる高見めっちゃかっこいいなって思います。息抜きをしながら、私ともおしゃべりしながら、これからも乗り切っていこうね、一緒に。ありがとう。はい、以上です。アイヌのチェキ買ってくれた皆さんありがとうございました。ネクスト。はい、こんにちは、リアです。今から1月10日のネットチェキの前向き始めたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ行きます。ズッキーありがとう。はい、大丈夫かな、体いけるかな、大丈夫かな。はい、ということでね、早く元気になりますようにっていうね、チェキをねプレゼントします。大丈夫、体このね今持ってるねホットドリンクを飲んでね、今飲んでるホットドリンクをねツッキーにあげるから、これ飲んで本当に本当にこれ見て本当に本当に元気出して、早くツッキーの笑顔見たいよ。ありがとう、元気出してね。はい、以上でリオのネット時期の前もやがりたいと思います。買ってくださってありがとうございました。ネクスト。はい、1月10日の、GoTo ビジョンのリンの時期買ってくださった方の名前読んでいきたいと思います。まずナルビーありがとうございます。はい、ケになったよ、やっとやっとケになったので、はい、もうすぐ作業になるんかな、楽しみ。ありがとうございます。お楽しみに。落書きした。はい。そして次が、ベイジ君がありがとうございます。2枚ありがとう。はい。リクエストのやつを2つやりました。これは届くの楽しみにしといてほしいなって思ってます。はい。あとね、落書きが可愛くなった。自分で言うなって話なんですけど。けど、ベイジ君はいつも褒めてくれるから。ちょっと気合を入れて頑張りました。はい、お楽しみに。はい、ということでリンのチェキ買ってくださった皆さんありがとうございました。ネクスト。
はい、今から1月10日、葵のネットチキをね、買ってくれた人のお名前を呼んでいきたいと思います。まずいきます。ともさん、ありがとうございます。2022年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。の気持ちを込めて書きました。はい、2022年もね、今年もたくさんね、会えたらいいなっていうことで、そうそう、めちゃくちゃ思ってます。ありがとうございます。もうね、今年もよろしくお願いします。いいお年にしましょう。はい、次いきます。ツッキー、ありがとうございます。ちょっとね、めちゃくちゃね、可愛い目のチェキを撮ってみました。新年早々。ちょっと一発目から可愛いって思ってもらいたいなと思って、ちょっとめちゃくちゃ可愛い目のチェキを撮ってみたんで、楽しみにしてもらえてたら嬉しいなって思います。今年もね、よろしくお願いします。はい。はい、以上で、葵のネットチェキ買ってくれた人、ありがとうございました。NEXT, DOON!はい、1月10日のネットチェキ、僕の買ってくださった方のお名前を呼びます。まずはエルドちゃん、ありがとう。はい、ね、今年はこの日はリクエストがなかったから、ちょっとトラからの裏切りで猫にしてみました。今年はトラなので、トラやるのかなって思いきや、ちょっと気分的には猫だったので、猫のチェキポーズ、猫のポーズにしました。エルダちゃんは動物の中で何が好き？僕は猫と、いっぱいおるわ、でも動物は割と何でも好き。僕結構そう、動物園に行くとテンションが上がります。ね、フラミンゴとかね、見るの好き、臭いけど。はい、全然動物僕全般好きです。犬飼ってるんですけど、エルドちゃんはなんか飼ってたりとかしないんかな。昆虫類とかも好きですよ。昆虫類じゃない、爬虫類だわ。昆虫類は別に好きじゃないです。はい、ありがとう。楽しみにしててね、猫さん、なりちゃんの、ありがとう。はい、次が、どうしてありがとう。はい、今回は成人式のリクエストだったんですけど、振袖のリクエストだったんですけど、僕振袖着たことなくて、成人式にも行ったことがないのでちょっと分かんなくて、でも街中歩いてる振袖着てる成人式行ってる子たちの振袖とか見たりするとめちゃくちゃ可愛いなって思って、で僕の衣装ってちょっと袖が長いから、着物っぽく長くなってるから、ちょっと振袖風な僕にしてみました。本当はね、長いやつ着てみたい。うん。なんか、短い袖って、子供って意味らしい。多分。なんか言ってた気がする。長くなればなるほど、大人やったっけ？どっちやったっけ？なんか、どっちかがどっちかやった気がするんよ。確か。はい。だからね、ちょっと楽しみにしといてほしい。この、振袖、キラキラしてるイメージがあるから、周りにキラキラの落書きしてるので、そこも楽しみにしといてね。ありがとう。はい、ラスト、ひょうちゃん、ありがとう。はい、好きなうどんは何ですかということだったので、僕の好きなうどんは肉うどんかな。お肉がいっぱい乗ってるうどん、それも牛です。牛、肉うどんってよくあるやんか。肉うどん知ってる？肉うどん結構あると思うんだけど、僕は肉がゴロゴロ乗ってるうどんが好きです。はい、一緒にうどんと絡めて食べる感じが好きです。なんかしぐれ煮とかそういう系も大好きなので、なんだろう、ちょっとそぼろっぽい感じの肉が好きですね、僕は。はい、結構食べやすいし、味もね結構ちょっと甘辛い感じで好きかなって思いました。なので一番好きなのは肉うどんです。たぬきうどんとも迷いました。キツネじゃなくて、そばにね、そばからのね、はい、たぬきうどんもいいなって思ったんですけど、やっぱり肉うどんです。はい。肉うどんと一緒にこのチェキを並べてください。ありがとう。はい、ということで1月10日ナリスのネットチェキ買ってくださった皆さん、ありがとうございました。ではネクスト。はい、今から1月10日のネットチェキ買ってくださった方のお名前呼んでいきたいと思います。はい、ツキー、ありがとう。ツキーね、ツキーがネットチェキ買ってくれるのすごい珍しくて、ちょっといいな、めちゃくちゃ嬉しかった。そう、珍しいなと思って、なんかいつもは絶対ね、リオちゃんと葵ちゃんでセットで買ってたりとかよく見るから、今回はその中にイルナが入ってて、って思って、ちょっとめっちゃ嬉しいと思って、すごいでも迷ったんだけど、やっぱね、この時ね、やっぱ2022年
初のチキだったから、やっぱり挨拶しとかないとなと思って、ちょっと今年もよろしくねっていうチキにしてみました。はい、なんかね、この時すごいなんか顔がいつもより幼い感じに可愛らしくなったっていうか撮れたから、ちょっといっぱい見てほしいなって思いました。はいね、ツッキー最近ってか、やっぱ初期に比べると、はい、イリナが入ってすぐに比べると最近よくお話しする機会が増えて、すごいめちゃくちゃ嬉しかった。なんかそう、大きいライブの時とかに、絶対に東京の大きいライブとかの時に来てくれて、でなんかここよかったよとかめちゃくちゃ褒めてくれるツッキーがいつもめちゃくちゃイリナの心にめちゃくちゃ残ってて、だから2022年もね、たくさんお話ししたいなっていう気持ちです。はい、だから楽しみに待っててください。ありがとうツッキー。はい、お次がミキト。ありがとう。はい、ミキト、あのリクエストでさ、タイガーなんたらかんたらかたらみたいな書いてて、タイガーやからトラかなと思って、あのトラさんのチェキにしてみました。はい、あのそういうことだよね。え、トラで合ってるよね。それタイガーってトラだよね。だから勝手にトラのね、あの落書きをしたんだけど、まあミキとは結構、何よく朝日ちゃんのさチェキでさ、あのクロミちゃんとかシナ、なんかね、よくシナモンとか結構、何キャラクターのさ、あの落書きが好きなんかなと思って、前もリラックマとかあったから、何かわいいなと思って、そういう系好きなのかなと思って、勝手になんかアニマルの落書きを勝手に書いてみたんやけど、ね、今回はそんなにめちゃくちゃ上出来な落書きではなかったけど、イリナにとってはすごい可愛い時期だから、いっぱい見てくれて嬉しいなってすごい思います。はいね、でもそういう可愛い時期が好きなんだなって最近分かったから、そういう時期もいいなと思って書こうかなって思ったりこれから、はい、なので楽しみに待っててください。ありがとう、いっぱい見てね。はい、イリナのネットチキ買ってくださった皆様ありがとうございました。それではネクスト、朝日です。1月10日渋谷ビジョンさんでのチキを買ってくださった皆さんありがとうございます。お名前読んでいきます。はい、まずミキトー、ありがとう、チキ買ってくれて今年もよろしくお願いしますということで、こちらこそよろしくお願いします。もう新年早々ね、ミキトと会えて朝日は幸せいっぱいなんですけどまだまだたくさんね、今年が残ってるということで、たくさん思い出を作っていけたらいいなって思います。そばにね、ミキトがいてくれたらさらに幸せだなって思うので、ぜひぜひ近くにいてもらえたら嬉しいです。ありがとう。はい、ちょっとお次、ユー、ありがとう。下から、うん、上から見下ろしチキだったかな、バチバチに決めてみました。そういえばね、もう結構時差があるから、あのなんだっけ、見下ろされたみたいな配信で流行ってた時期やなって思って思い出しながら書きました。ちょっと頑張って強めに書いたので、あんましね、下からの角度って得意じゃないから本当にチャキに撮った枚数めちゃくちゃ少ないんだけど、頑張って言うのためにね、この角度から撮ったので、喜んでもらえると嬉しいです。ありがとう。はい、そしてお次、ともくん、ありがとう、チェキ買ってくれてめちゃくちゃ嬉しいです。今年もね、よろしくお願いしますということで、1月ね、名古屋あったんだけど、名古屋がね、なくなっちゃったからちょっと寂しかったんですけど、このチェキを見てね、元気を出してもらえたら嬉しいです。何よりね、チェキ買ってくれてともくんの名前かけたことが、次はめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとう。はい、そしてお次、ナルピン、ありがとう。前髪がね、好きすぎるということでね、めちゃくちゃね、ピンボケしちゃうんよ、チェキって近づいたら。でもピンボケもう行こうと思って、ピンボケギリギリ、ピンボケギリギリじゃない、ピンボケした前髪チェキにしました。朝日のここだけをね、撮ったので、思う存分堪能してください。でもナルピンね、物販とかでそこ見てくれたらいいのにさ、めちゃくちゃ遠いよ、物販話すときもっと近くに寄ってよっていつも思いながらね、思ってるんだけど、で2022年はね、物理的な距離もね、縮められたら嬉しいなって思うので、ぜひ近くで朝日のことを見てください。チェキ買ってくれてありがとうはい、そしてラスト、ペカ、ありがとう。お正月まだ寝てたいよみたいな感じのチケなんで、ちょっとね、なんかいつもと違う顔にしてみました。あの多分ペカのところにはいつもキメキメな朝日の顔しか言ってないと思うよ、頑張って持ってるやつね。
まあ、今回は崩しました。多分 こういう方がペカは好きなんかなとか思いながらいろいろ撮ってるんで、ちょっとこれは好きだったみたいな感じで教えてくれたらね、ちょっと好みのやつがいくように頑張るので、朝日ぜひぜひこんな感じののほんとした朝日もいいなって思ってもらえたら嬉しいです。ありがとう、ぜひ買ってくれて。はい、2022年1月10日の渋谷ビジョンさんのチェキを買ってくださった皆さん、ありがとうございます。ネクスト。はい、今回もたくさん買ってくださってありがとうございました。それでは以上、私たち神谷ミツでした。ありがとうございました。